ボグス8です。今日はね、開門岳登山です。鹿児島の薩摩富士って呼ばれてる山ですね。なんか最初唐国岳登ろうと思ってたんですけど、鹿児島の友達が開門の方がおもろいよって言うんで、じゃあ開門にしようっていうことで開門に来ました。往復4時間ぐらいかな。もう疲れてる。まだ登山口にも入ってないんやけど、最近運動しなさすぎてすぐバテる。いよいよ登っていきます。最初からなんかすごいな、本格的な山道やな。この山、地面がめっちゃザラザラっていうか、サラサラっていうか、土じゃなくて砂っぽいよね。火山灰が降り積もってできとるって感じなんかな。すげえ砂浜歩いとるみたいで歩きにくいわ。攻め。しんど、めちゃくちゃきついわ。この辺は土の上に落ち葉があって結構歩きやすい、ザラザラしねえし。いやでも湿度高すぎて汗が全然蒸発してかん、きつい。今んとこね、コースタイムの半分できとる。このままこのペースで行けば往復2時間で行けるはず。5合目来ました。めっちゃ綺麗。あの辺が唐国岳とか高千穂とか、あの辺なんかな。桜島どれやろ。まあ高校生ぐらいの子は2人ね、スニーカーで追い越していきよった。はい、若い子は元気やな。おじさんはきついわ、こんな道。登山靴履いとってもきついもん。若さには勝てんな。半分ガスかかっとって何も見えん。なんか半島見えるけど、あっちの方にも島があるけど全然見えねえ。怖え。そこら中に穴開いとる。仙人堂、昔仙人でも住んどったんかな。なんか妖刀の号みたいやな。痛い。岩に膝ぶつけた。痛い。帰りてえ。ガスがかかってきたけど全然涼しくない、むしろ蒸し暑い。木で遮られてるから風が通らん。あと 400m ぐらいかな、頂上まで。ちょうど降りてきた人に上見晴らしいか聞いたら、霧が出とって全然見えないっぽい。たまに待っとけば風で霧が流れて多少見える。いやーでもしっかり見たいな。めちゃめちゃ見晴らしい。まだ頂上じゃないねんけどさ、すげえ。はしごあんねんけど、きつい。しんどい。地図上ではここが頂上やねんけど、まだまだあんで、先見えん。おうす、開門頂上着きました。コースタイム2時間半のところ1時間40分で。
今から降りて12時過ぎ、下で飯食って大隅半島の方にフェリーで渡ります。ほんで明日は本州じゃねえや、本土最南端佐多岬、そっからフェリー乗って沖縄です。開門岳っていうと結構なんかごつい感じするけど、開門って言ったらなんか可愛くないですか。マジ岩場がめちゃめちゃ濡れとって滑る、歩きづれ、オグス。はい、登山口に着きました。トータルね3時間半、頂上で1時間ぐらいおったから歩いとったら2時間半ぐらいで、コースタイムは往復4時間。景色はいいけど暑いな、ほんまに疲れた。今から昼飯食ってフェリー乗って大隅半島行ってきます。オグス。